川端です。よろしくお願いします。今回はですね、2021年昭和学院修英高校の問題ということで、2021年の問題ね、初めての問題というふうになります。この問題ですね、球ですね、静止角錐があってその外接する球の体積を求めなさいという問題です。ではね、解説していきたいと思います。まず外接球なんですけれども、どうやって考えるかっていうことなんですが、切断して考えます。で、どうやって切断するかということなんですけれども、ポイントはですね、球の中心接点を通る面で切る、あともう一つ対象面で切る、それポイントです。もう一度言いますよ。球の中心接点を通る面で切る、また対象面、対象面というのはこう書きますが、左右その図形で切ると左右対称真っ二つ、きれいに分けられる、そういった面で切りましょうっていうのがポイントになります。で、この問題で言うと球の中心はどっかにありますね。で、接点を通る面で切りましょうって言いましたね。なのでこの接点なんですけれども、例えば B と D ですね、ここ球で接してるわけですね。なのでこの三角形 ABD で切りましょうねということになるんですね。静止角錐はですね、まあ、もし対象面っていうことだけに注目するんだったら、例えば BE の中点と CD の中点取ったところでバサッと切ってもいいんですけれども、それだとですね、接してるところがないんですね。だからダメなんです。なのでこの問題だったら三角形 ABD で切るってことが大切になります。ちなみにこれは二等辺三角形になります。で、これはですね、ガツッと切るわけですね。ちょっと切った時にはこういう図形になりますよね。円がありまして、三角形 ABD がこうなってると、二等辺三角形こうなりますよと。で、中心がどっかにあるんですね。どっかにあると言いましたが、これはですね、まず三角形 ABD ね、二等辺三角形になってるわけですけども、この A からこの垂線を下ろしますが、その垂線を下ろしたところに必ず球の中心が来ます。で、そうすると、今、球の体積求めたいってことは、つまり半径が分かればいいわけですね。で、半径っていうことで、まあ、こっからここが半径というふうになるんですね。で、半径っていうのは、まあ、直径が分かれば半径出ますから、この直径を求めたいなって考えてください。で、その時に、ここ、垂線になりますね。これもそのままストーンと下ろしたわけなので、ここ90度になります。で、相似を作ります。相似、今ちょっと名前つけときましょうかね。ここちょっと O としましょうか、ここを E としましょうか。で、その時にですね、この B と E を結んであげると AE が直径なので、各 AB ここ90度になりますよね。ここ90度になります。で、角度ですね、丸とか×とかつけると、ここ丸×丸、×とつけると、ここまたぶつかったところね、ちょっと H としましょうかね。ここ H とすると、丸×90 度で ABH と、また丸×90 度で AEB、 これが相似になるんですね。で、この相似でこの半径出すことができます。今 AB の長さはルート5ですね、まあ、これはもう特に計算しなくてもルート5と出てます。また BD の長さは、ここは三角形 ABCD が直角二等辺三角形になっています。まあ、ここ正方形なので。なので、1対1対ルート2で BD の長さは2ルート2になります。で、BD が2ルート2ってことは、その半分で、この BH はルート2と出ます。そうすると、ここの AH の長さを求めることができますよね。AH の長さは3平方で、ルート5とルート2で3平方してあげて、ルート5の2乗からルート2の2乗を引きます。この2乗からこの2乗引いてルートつける。そうするとこれルート3と出すことができます。よってですね、この直角三角形3辺、今ルート2、ルート3、ルート5と分かりました。なので、今この相似のね、この AB の直角三角形、これだって3辺の比がルート2対ルート3対ルート5になるということですよね。そうすると、今90度から×に行く長さがルート2だから、比で言うとここのルート2になります。で、続いて90度から丸に行く長さ、これ90度から丸、ここが比でいうルート3になります。で、 AE の長さ斜辺でルート5というふうになります。比がルート2対
ルート3対ルート5、こっちがルート2対ルート3でルート5だったらルート2対ルート3対ルート5になるんですね。したがって今求めたいここの直径が分かればいいんですけど、 AE の長さ、 AE2R ですね、 AE である 2R の長さというのはここの長さルート5をかけるルート3対ルート5だからルート3がルート5になってくるわ、ルート3分のルート5倍すればいいですね。なのでルート3分のルート5倍してあげてルート3分の5というふうに出ます。したがって 2R がルート3分の5なので R 自体は2で割って2ルート3分の5というふうに出ます。そうすると R が2ルート3分の5っていうふうに出たら、あとは球の体積なのでちょっとこっち側に求めましょうかね、球の体積の公式大丈夫ですか。半径が R の時は3分の4パイ R3 乗ね、2の上に3の上に心配 R ので3乗、身の上に3の上に心配 4π R ので3乗、覚えた？ということでこれを使ってあげて Q の体積ちょっと V とすると3分の 4π R3 乗、3分の 1×4π かける R の3乗、2ルート3分の5の3乗、まあ、ここあえてね、有理化はもう後ですればいいのであえてすぐする必要はないです。ということで、これを計算して、3分の1かける、1分の4かける、π かける、2ルート3の3乗ですが、2ルート3かける2ルート3で12。まあ、12かける2ルート3で分けておこうかな。で、5かける5かける5で、これは125。もう、他で約分できない。ということで、あとはピッピッと約分してあげて、4と12で約分して、ここ3と。ここで 3×3×2 で18ルート3。ということで18ルート3分の 125π という具合になって、これルート3倍有理化してあげて54分の125ルート 3π という具合に出すことができるよということになります。はい、ということで π ね、忘れないようにしてくださいね。はい、ということになります。いいかな。ということで、このね、球のね、この外接球の体積の求め方、静止角錐ということで、ポイントですね、先ほど言いましたように、まず切断するってことですね。切断のポイントはもう一度言いますよ。球の中心、接点を通る面、あとは対称面、その図形で切ると左右対称になる面、そこで切って考えようと。あとは、二等辺三角形の外接円の半径を求める問題に変わるので、外接の半径はここの相似に注目するってことですね。相似を作って解いてあげて。で、答えが出るということになります。あとは3分の 4πr3 乗を覚えてよということです。2021年ね、の高校入試、まあちょっとこの時期からね、今、1月中旬ですけれども、ついに始まるってことなので、ぜひですね、私立の問題、国立の問題、公立の問題はね、インターネットとかで見れば大体出るんですけども、特に私立の問題、国立の問題はですね、なかなかね、世に出回らないので、もしよかったらですね、私の方に、インスタでもいいですし、ツイッターでもいいので、もしよかったらですね、受験した方ですね、受験生ですね、僕の方にちょっと、写メ撮ってですね、なんか送っていただけると、ちょっとね、こうやって YouTube を撮る材料になるので、ぜひぜひお待ちしております。なんか送ってくれたらですね、なんか、図書カードプレゼントとか言うわけにはちょっといかないんですけども、大変感謝するとしか言いようがないんですけども、もしよかったらですね、問題をですね、ぜひいろんな学校の問題見たいので、どんな学校でも構いません。今年の2021年の入試問題ですね、ありましたらね、受けて学校側に回収されなかったらですね、ぜひ私の方に、DM で送っていただけるとありがたいです。以上で解説終わります。では。